の？リンが看護師さんできるか心配？大丈夫大丈夫、別に注射とかするわけじゃないし、お仕事体験だもん。リンにだってできるよ。じゃあ看護師さんごっこ始めるから、その椅子に座ってくださいね。うん。今日はどうしたんですかね？え？熱が出ちゃったの？大変！じゃあおでこコッツンで熱測るから、じっとしていてくださいね。そう言われてみると、なんだかおでこが熱い気がするにゃ。まずは濡れタオルで冷やしてっと。その後はしてあげるね。なーでなーで。熱が出てる時に頭なでなでしてもらうと安心するよね。リンも子供の頃、お母さんになでなでしてもらって嬉しかったんだ。病気の時も自分一人じゃないんだって思うと安心するんだ。あなたが病気になっちゃった時は、リンがいつでもそばにいてあげるからね。